はい、皆さんこんにちは。この暑い夏にぴったりの作品、熱いアーマードコアですね。アーマードコアネクサスのお時間です。はい、では、奏者のお二方に、まず簡単にご挨拶いただこうかなと思います。はい、まず、はい、私ハイデと申します。カテゴリー世界一です。いや、はい、こちら2位のポッケと申します。今日は頑張ります。はい、ありがとうございます。実況解説は、私ベータと、はい、私ニードルが担当します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回お二人が走るカテゴリーはですね、エボリューションエニーパーセントノーフェイルミッションズノーオービン、ざっくり言うとバグ禁止ミッション失敗禁止のエニーパーセントとなります。そうですね、じゃあそろそろ2人準備は、はい、準備はよろしいですか。はい、もう始められますか。はい、はい、じゃあ、はい、準備 OK です、はい、じゃあ始めてください。はい、ではこちら側よりタイムを3カウントで、はい、3カウントでいきます。それでは3、2、1、 Good luck。 Good luck。 Good luck です。はい、それでは始まりました、アーマードコアネクサス。ではまずこのアーマードコアネクサスという作品について簡単にまずご説明いたします。本作アーマードコアネクサスはフロムソフトウェアより発売されている、アーマードコアシリーズの第8作目になります。内容としましては、人型兵器アーマードコア AC を狩る傭兵となってさまざまな依頼をこなしていくといった内容となっております。というわけで早速最初のミッションに入っていきます。最初のミッションは、ミラージュ調査部隊襲撃。こちらは、出てくる敵を道なりに進んで全滅させるだけという至極単純なミッションとなっております。ここで今作の戦闘画面の UI についてニートルさんから簡単にご説明いただこうかなと思います。はい、じゃあまずハイデさん側の方を見てもらって、画面左上にある数字が体力、その下にある縦のゲージがエネルギーです。また体力の下よく見ると小さいゲージがあるんですけど、これは気体温度のゲージですね。で、画面真ん中にある四角はロックオンサイトといいまして、この中に敵を入れるとロックオンすることができます。また右上にある丸はレーダーで、これで周りの敵の位置を表示することができます。といったところですね。はい、ありがとうございます。はい、まあそう説明しているうちにファーストミッションは2人とも難なく突破といったところですね。はい、ハイデさんがちょっと手こずっちゃったみたいですけれども、まだまだ序盤なのでね、この後巻き返していっていただきたいところです。生きていれば大丈夫。はい、では次です。次のミッションは、ミラージュ駐屯地護衛です。まあ、このタイトル通りで、ミラージュの駐屯地を護衛するというミッションで、敵としてやってくるヘリを全滅させたらクリアとなります。まあ、こちらミッションクリアまでちょっと時間ありますので、まあ、ここで本作のストーリーについてニードルさんから簡単にまたご説明いただこうかなと思います。はい、ここでまず中小企業のナービス社は新資源を発見し、急成長をしているというところに、それを聞きつけた世界最大の企業ミラージュ社がそれを奪いにやってきましたといったストーリーになっています。今後この戦争には2番手の企業のクレスト社やギルツヤのキサラギ社なども関わってくるのですが、まあ、とりあえず今のところはナービス対ミラージュという構造を覚えてもらえれば大丈夫です。あと主人公なんですけど、先ほどのミッションはナービスからの依頼だったんですが、今度はミラージュからの依頼です。このようにプレイヤーは特定の陣営には肩入れしない傭兵という立ち位置になっています。はい、ありがとうございます。まあ、先ほどの味方が、まあ、今度は敵になると、まあ、この節操のなさはアーマードコアの一つの大きな特徴ですね。はい、はいはい、と言ってる間にお二人とも、はい、難なくクリアといったところですね。まあ、まだ序盤ですからね、サクサクと進めていっていただきたいところです。はい、はい、でこのまま
次のミッションなんですが、その前にお買い物が必要なんで、ちょっとここでお買い物タイムになります。ガレージからショップに入りまして、購入するのはまずマシンガンを内蔵したワンブ、通称腕増しというものと、ブースターを新しいものを買います。でこれらを装備することで、まあ、機体の速度と火力を大きく上げることができます。ポッケさんが装備して、はい、ハイデさんも今からですね。はい、はい、そうですね、はい、ではポッケさん次、支援物資破壊に入ります。こちらのミッションは、制限時間内に倉庫内のコンテナを可能な限り破壊するという内容なのですが、こちら全て壊したらその時点で即終了となりますので、速やかに全部破壊することを目指していきます。はい、ただしこちらのコンテナ破壊対象のコンテナはロックオンができないのに対して、周りの雑魚敵はロックオンできてしまうので、このコンテナを的確に狙うというのはなかなか大変ですが、そこはまあね、この走者の腕の見せ所といったところで、まあ、2人とも頑張っていただきたいところです。はい、まあ、今のところポッケさんこれかなり早いペースで壊せていけてますね。ハイデさんもすごいいいペースです。でこれ、おーすごい、はい、ポッケさん全部壊していきました。はい、早いですね。早いですね。おっと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 、ハイデさんちょっとつっかえたが、こちらもはい大変良いタイムで突破していきました。死ななければ安い。はい、はい、はい、では次です。次はミッションではなく、アリーナの方に入っていきます。はい、アリーナというのは AC と1対1で対戦して勝った方が賞金もらえますというもので、今回の対戦相手はですね、アモ君です。まあ、彼は、まあ、戦闘前に大変素敵なセリフを喋ってくれますので、まあ、ちょっとこちら聞きましょうか。そんな期待で勝負する気が、舐められたものだ。舐められたものでいやー、おりますね。私このセリフ大好きなんですよいいよね。はい、で戦闘開始です。で戦闘開始なんですが、先ほど買った武器でマシンガンで殴れば簡単に勝てます。はい、アリーナでは自分の体力の下に相手の体力が表示されているんですが、ここでこの武器でマシンガンの火力見てください。もう倒しました。はい、これが武器でマシンガンのパワーだ。おっと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 、ハイデさんちょっと手こずってるか。手こずってますが、まあまあ倒せないということはないでしょう。はい、ですね。え、多分まあ追ってきたアリーナは弱かったですね。まあまあまあ、アーマードコアにはよくあることですね、この煽るだけ煽ってくるやつはい、では次です。次のミッションは、ミサイル性能テストですね。はい、まあ、ミッション名の通りミサイルの性能テストに協力してくださいねという、まあ、そういったもので、内容としては砲台から発射されるミサイルをただただ避けるだけというものになります。これミサイル避ければ避けるほどお金がもらえますので、まあ、後々お買い物のためにここでは可能な限りというか、まあ全段回避を目指していきます。まあ、基本的にはこれ全段回避は簡単にできますので、まあ画面避けてるだけで退屈ですよねってことで、まあ、ちょっとこの間にね、走者の二方について簡単に紹介させていただこうかなと思います。はい、まずハイデさんなんですが、なんとネクサスを走り始めたのは今年に入ってからです。まあ、以前は私やベータさんもやってて世界1位だったこともあったんですけど、まあ、あっという間に抜かれてしまって、今はハイデさんが1時間2分という世界記録を持っています。あ、早い。ポッケさんもハイデさんと同じく今年からネクサス RT を始めて、こちらも1時間3分で世界2位という実力者ですね。あ、いやー、ほんと、おっとハイデさん一発当たってしまったか。大丈夫か。上調性確保してますので、まあ、3、4発大丈夫です。なるほどですね、上調性大事ですね。はい、はい、本番のために上調性確保するのが大事です。はい、はい、といったところでポッケさんはこれ無事連弾回避かな。はい、素晴らしいですね。はい、連弾回避しました。はい、まあ、ハイデさんもあの一発以外は大丈夫そうですね。はい、ダンスも決めて、はい、いいですね。店も忘れない。はい、では次ですね。次のミッションは特殊工作部隊排除です。はい、こちら、シティに侵入してきた MT を撃退するだけと、まあ、単純なミッションなのですが、
まあ、このミッションで出てくる MT が ECM というものを搭載していて、これがなかなかに厄介な代物です。ニトルさん、この ECM とは何かについてちょっと解説をお願いしてもよろしいでしょうか。あ、はい、ECM っていうのは、まあ、電磁波によって AC のロック音やレーダーを妨害するいわゆるジャミングですね。特にロック音ができなくなると攻撃がほとんど当たらなくなってしまいます。なるほど、まあ、つまりありがとうございます、まあ、攻撃当てづらくて、まあ、厄介だっていうことですね。こんな感じです。はい、あ、ハイデさん、あ、これは厄介、めちゃくちゃ厄介。ポッケさんはすごいいい流れだったんですけど、ハイデさんがちょっと厳しい流れか。あ、でも無事撃破していきましたね。はい、今のところはこういう運に勝ってるとかもあって、ポッケさんが少し先行しているような格好になっていますね。まあ、まだまだ序盤ですのでね、この先どうなっていくかは全然わかりません。はい、では次です。次のミッションは物資輸送部隊襲撃です。まあ、物資を運んでいる輸送車を、全て破壊してくださいというミッションで、こちら護衛の装甲車もついているんですが、装甲車の方は、撃破対象ではありませんので、そのターゲットだけを効率よく狙っていけると、まあ、全て素早くクリアすることができます。はい、ご丁寧にこの破壊対象にはこのターゲットってついてますんで、このターゲットってついてるやつだけを狙っていきます。はい、ポッケさん早いですね、素晴らしい。もうこれはほぼ最速じゃないでしょうか。よし、はい、ハイデさんの方もおっとまたおっと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 、まあ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 、全然大したロスじゃないですね。はい、起きます。起きるときは起きます。はい、まあまあまあ、はい、緊張してますね。もちろん、はい、正直でよろしい。はい、では次です。次のミッションは、新型生体兵器性能テストです。こちらは、先ほど名前の挙がったキサラギ社からの依頼で、生体兵器の性能テストに協力してくださいというものです。敵生体兵器のアミダですね、通称アミダちゃんというんですけれど、こちら攻撃方法は接近しての自爆攻撃ですので、まあ、攻撃するだけじゃなくて向こうにわざと接近して自爆を誘発することでタイム短縮が狙えます。ただ食らいすぎると今度こちらの体力が危ないので、あの自爆誘発してもまあちゃんと避けるようにしていきましょうといったところです。はい、この最初の機体だとこの生体兵器はレーダーに映らないので、こう効率的に倒していくのがなかなか大変で、そこ、あ、ハイデさんがこれでめちゃくちゃちょっと手こずっちゃいましたね。はい、ポッケさんはこの点すごくうまくやってここでもまたポッケさんが一歩抜きに出た形になるでしょうか。はい、ポッケさんいいですね、すごく今冷静にいけている感じがします。そうですね、ここはハイデさん、あ、ごめんなさい、どうぞ。いや、ここ結構練習頑張ったんでおお、練習の成果出るのいいですね、 いいですね。まあ、ハイデさんはまだまだこの先全然分かりませんのでね、引き続き頑張っていただきたいところです。はい、頑張ります。では次です。次のミッションはナービス警備部隊排除です。端に陣取っているスナイパー MT を撃破していくというミッションなのですが、こちらのミッションでは、2つの端の間をブースターで飛んで渡る必要があります。ところがこの敵のスナイパー攻撃にはノックバック効果がありますので、この飛んで渡ってる途中にこれを食らいすぎると渡りきれずにこの崖下に落下してミッション失敗になってしまうということがあります。で、冒頭で説明したのですが、こちら、本カテゴリーはミッションの失敗は禁止ですので、落下するともうその時点でルール違反となってしまいます。気をつけて進んでください。はい、ちなみにニードルさん、こちらなぜミッション失敗は禁止なんでしょうか。はい、このアーマードコアネクサスではミッションが成功しても失敗しても関係なくストーリーが進んでいきます。失敗を許可するとなんでわざとミッションを失敗してどんどんストーリーを飛ばすということができちゃうんですよね。でそれだとゲーム性があまりにも崩壊しているので、まあ、今回のカテゴリーではそれを禁止しているというわけです。あ、なるほど、ありがとうございます。おっと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 、ハイデさん、怖い世界記録でこんな勝ちなので大丈夫です、はい、実はマジですはい、いや世界記録は分かるんですけど本番はもうちょっと安全を取ってほしい。やろうと思ったら失敗しましたごめんなさいあ、でもよかった、とりあえず2人はまだルール違反にならずに進めていますはい、では次です。気を取り直して次のミッションは、研究施設破壊ですね。キサラギの研究施設を襲撃して設備を破壊するというミッションなのですが、
こちら研究施設にはまず門番の AC がいますので、まずはこちらを撃破していきます。あ、敵 AC はこのタンク型ということで、機動力があまりないので、こうやって壁際に押し込んで武器でマシンガンで殴ってあげると簡単に倒すことができます。敵 AC を倒したら今度は地下へ行って、まあ、施設の方破壊に進んでいきます。はい、でここで地下行くんですけど、まあ、地下では気温が高くなっている上に、まあ、上に先ほど出てきた涙が、まあ、こんな感じでうようよしています。でネクサスでは機体温度が上がりすぎると機体が熱暴走してエネルギーが減っていって、まあ、最終的には動けなくなってしまうという仕様があります。特にこの涙に当たってしまうと一気に熱が上がって熱暴走してしまうので、これには絶対当たらないようにしないといけません。そうですね、こちら外気温が高いのでこのどうあがいても熱暴走から復帰できなくて絶対にエネルギーがなくなってしまいます。ここはくれぐれもご注意ください。とポッケさんはこちら無事に突破していきましたね。はい、 おっとハイデさん危ない。おっとあ、でもこれは死にはしないがエネルギーがなしという格好でしょうか。怖い、ね、本番の魔物です。これこそ、いやなんかさっきから事故が積み重なってあれですが、まあ、ハイデさんまだ頑張ってください。まあ、実際に当たるとこうなってしまうと。はい、あ、こう、そうですね、ここはもう安全をとってこの入り口から壊していきますか。はい、であと1個、あ、エネルギー回復しましたね。これはあと突入して、はい、OK です。アミダ可愛いですよ。お、アミダちゃん、アミダちゃんと戯れる回ですね。いいですね。可愛いですね。アミダちゃん可愛い。はい、では次、ポッケさんは次のミッション入っております。夜間戦闘模擬演習ですね。こちらテロリストの夜間戦闘演習に付き合うということで、この暗闇の中での戦闘になるんですが、まあ、この暗闇の中でも RTA 奏者にはあのレーダーと心のレーダーがありますので、これを使って素早く撃破をしていきます。いいですね。早いですね。はい、まあ、この暗闇なんですけど、この後機体変更をしてそこでアンシスコープを装備するんで、まあ、それまでは我慢ですね。はい、まあ、ほとんど視界が効きませんが、まあ、最初の方の暗闇ミッションはまあなんとかなるといったところですね。はい、はい、まあ、ハイデさんもこの暗闇の方に入っていって、おっとと、この上のやつのミサイルがね、鬱陶しいんですよね。いちいち叩き落としてくるので、はい、あ、でもいい感じに撃破できましたね。はい、では次です。ポッケさん次のミッションは、要人襲撃ですね。要人の乗ったヘリを AC で暗殺するという、まあ、アーマードコアではよくあるタイプのミッションです。暗闇かつ ECM があって、あるんですが、敵このヘリ1機撃破するだけですので、攻撃当たりさえすれば一瞬でクリアとなります。はい、まあ、要人乗せるならね、もっと用心しないとねってね。はい、はい、はい、というわけでポッケさんは要人救出突破していき、あ、救出じゃない要人襲撃突破していきました。ある意味救出しましたけどね。あ、まあそうですね、現世から救出しましたね。はい、では次です。ポッケさん次のミッションが発電施設破壊工作ですね。はい、こちらは、発電所に侵入して送電パイプを破壊してくるという、まあ、そういったタイプのミッションとなっております。まあ、発電所の中は障害物が多くてなかなか移動が大変なんですが、まあ、そこはね、こう RTA 操作の腕の見せ所といったところで、まあ、移動頑張ってくださいと。まあ、これ障害物だけじゃなくて、ね、この雑魚敵も障害物になるので、まあ、そういったところも気をつけていただきたいところです。はい、うわだだということで、送電パイプは4本だけではありません、8本ありますので、この奥の方に行って残りの4本を破壊していきます。はい、結構雑魚の攻撃も激しいんで、結構 AP 削られるんですよ、体力が。そうですね、結構こう体力見ると焦っちゃうんですよね、ここ。はい、まあでも、ね、ポッケさんいいですね、とてもスムーズに進行して、はい、これで送電パイプ全部ですね。早いです。はい、ポッケさんここまですごいいいですね。そうですね、割と大きなミスもなく、はい、いいですね。はい、あ、追いかけるハイデさん側もまだまだ分かりませんので、頑張っていただきたいですね。はい、頑張ります。まあ、はい、仮にも世界1位ですからね実力をぜひお見せいただきたいと思います。はい、はい、仮にもというか、もう
バリバリの世界一ですか、ね、バリバリですね、はい、バリ圧倒的バリバリですよ、はい、あでは次です、はい、ここで、2回目のお買い物タイムに入ります。ここまででミッションでもう十分な資金が貯まりましたので、このタイミングでもう最後まで使う機体を構築してしまいます。アセンブルの基本的な方針としては、防御力以外を全体的に強化するといった感じになります。まあ、特にですね、ミサイルを購入することで、遠距離からの攻撃手段も確保していくといった格好になります。まあ、ただしさすがに資金がちょっとギリギリですので、まあ、防御面の強化は最低限、特に熱量関係のパラメータかなりシビアになりますので、ここからはね、奏者の熱管理の技術にもご注目いただければなと思います。はい、で今ハイデさんも、まあ、買い物入ったんですけど、まあ、ここで2人の買い物内容には実は少し違いがありまして、ハイデさんの方はインサイドロケットという武器を購入して、まあ、火力を底上げしています。ホッケさんはインサイドロケットは買わないんですけど、こちらは速いブースターを購入して速度を上げて、さらに ECM、 先ほど説明した ECM の対策もしています。まあ、火力重視のハイデさんとスピード安定のホッケさんといったところですね。はい、なるほどなるほど、はい、2人の個性が出てて良いですね。では次です、次のミッションは、新型 MT 性能テストですね。こちらクレスト社の新型 MT と戦って性能テストといったミッションで、この新型 MT 硬い火力高いということで厄介なのですが、まあ、動きが遅いのでこのミサイルをバババッと連射して倒していきます。はい、まあ、ここで使っているのが、まあ、さっき買ったミサイルなんですが、まあ、ここでは同時に肩に装備している連動ミサイルというものも同時に発射することでさらに火力を上げていますね。はい、この連動ミサイルというものを使うと、このミサイルというのはミサイルという武器はこの1ワンプッシュでボーンと大火力を発揮できるので、まあ、瞬間火力が出せるというわけですね。まあ、その分弾数は少ないんですが、こういう短期決戦では非常に有効になります。はい、それでは次のミッションに入ります。ポッケさん、次のミッションは、ベイロードシティ侵入者排除ですね。こちらシティに侵入した MT の群れを撃退するというミッションなのですが、現在シティは何者かの工作によって停電状態となっております。したがって暗闇の中での戦闘となります。一体誰がこんな工作したんでしょうか。いや誰やろうな。いやどっかの誰かがテオリスト訓練しちゃって、さらに町の発電設備を破壊しちゃったみたいです。あら悪いやつもいたもんですね。でさてさて、ミッションの方なんですけれども、まあ、敵がねこのフィールド全域上下左右に、まあ、散ってて、これ効率的に倒すのが非常に大変なミッションなんですが、そこはこう RT 奏者しっかり練習しております。手順を固めてね、こうやって素早く撃破していきました。このミッション、ね、見た目よりもずっとこうタイム短縮するの難しいんですが、はい、うまいことをねこう効率よく撃破していっております。おっとこのミッションね、本来なら真っ暗なんですが、やっぱり暗視があれば安心ですね。お、そうだな、暗視があれば安心。はい、まあ、このアーマードコアネクサスというゲームも外の気温も大変暑いのでね、こうやってちょくちょく緊急冷却を入れていきます。よろしくお願いします。はい、それでは次、対 AC 演習ですね。演習ということで、まあ、AC との1対1の対戦なのですが、こちら対戦相手はなんとアリーナランク1位の優秀なレイブンジノービーさんなんですね。このミッション初見プレイで驚いた方非常に多いのではないかと思います。いきなりトップランカーなんでね。そうですね。でここでは、まあ、戦闘始まったんですけど、腕増しとイクシードオービット、まあ、通称 EO と呼ばれるコアに内蔵されている武器を使って同時に攻撃して、一気に攻撃していきます。倒しましたね、はい、撃破しましたね。はい、まあ、強そうなんですけど、まあ、実は相手めちゃくちゃ重くて動きが遅いんで、まあ、こんな感じで慣れれば結構あっさり勝てちゃいます。ハイデさんの方も、はい、そうです。ハイデさんの方も入ってますね。おっとちょっと暴れられた。まだいい方。はい、はい、ハイデさんの方はインサイドロケットの同時攻撃があるので、相手の動きを止めながら、まあ、自分は足を止めて撃ち合うということができます。はい、では次です。次のミッションは、新型 MT 性能再テストということで、
先ほど新型 MT 性能テスト と、先ほどのと、まあ、内容はほぼ同じなんですが、まあ、先ほどのテストでちょっと学習したんでしょうかね。今回は開幕に不意打ち攻撃をしていきます。ドーンってね、いきなり後ろから撃ってくるという鬼畜な行為をしてくるわけですが、それさえしのいでしまえばあとはもう先ほどと全く同じですので、ミサイルでパパパッとやって素早く撃破していけます。はい、というわけでね、ホッケさんは難なく突破していきました。あ、ハイデさんも後ろからドーンですが、まあ、ミサイルでポンポンポンとやっていけば簡単に倒せて、はい、こちらも難なくクリアですね。はい、今日ですね、いいですね。まあまあね、不意打ちなんてアーマードコアではよくあることなのでしょうがないですね。はい、はい、では次です。次ちょっと怖いミッション入ります。キサラギ調査部隊排除ですね。こちら湖に展開しているキサラギの部隊を排除するというミッションで、まあ、展開している部隊のうちヘリだけ全滅させればクリアとなりますが、こちら湖の上ということで、本作のアーマードコア AC は泳げませんので、落下すると水没して即ミッション失敗となってしまいます。で、足場も少ないですので、こちら、まあ、気をつけていきたいところです。怖い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 ですが、はい、ホッケさん無事突破ですね。素晴らしいです。おー、ちょっとヘリに避けられましたね。はい、さてハイデさんも、ハイデさんの方は、あ、これいいですね。早い、めちゃくちゃ早い。素晴らしい、ありがとう。これ一息でヘリ倒せると非常に早くていいんですよね。ただこれができるかどうかはヘリの動きによりけりという運ゲーとなっております。ヘリは怖い。はい、アーマードコアのヘリは基本的に害悪です。では次、燃料施設防衛に入っていきます。こちらはまあ燃料タンク壊されないように敵を撃破していくというミッションなのですが、敵は最初施設の外周からだんだん内側に寄ってくるということで、施設の内側に入られると車線が通らず倒しにくいので、外周にいるうちにパパパッと撃破していきたいところです。はい、はい、これなんですけど、まあ、さっきのミッションも同じなんですけど、結構ミサイルを有効的に使ってますね。まあ、ミサイルはさっきみたいに、まあ、連動ミサイルで一気に火力を出したり、また複数の敵を連続発射で同時に攻撃したりもできるので、結構てかかなりこういうミッションでは便利な武器ですね。はい、そうですね。あ、ハイデさん早い。やば、はい、この一番最後の2機、この車線が通りづらくてなかなか大変なんですけれども、非常に早かったですね。珍しい。はい、一方ポッケさんは、はい、ポッケさんは見てましたよ、私防衛目標を破壊してたの。ちょっとね、まあ、攻めたら防衛目標の方に当たっちゃいましたね。最初は腹いせに、まあ、まあまあよくあることなんでね、これアーマードコアでは。はい、では次です。次のミッションは、新型 ECM 性能テストですね。こちら ECM を搭載した MT と戦うというミッションになっております。はい、まあ、まず最初に1機、ECM を積んでないノラの MT が出てくるので、これをもうパパパッと撃破します。で、そうすると今度は MT 積んだ MT じゃない ECM を積んだ MT が3機出てきますので、まあ、これを撃破するという格好になります。ただしこれ ECM 積んでるのはいいんですが、その本体スペックがね、その非常に低いので、 ECM でロックオンできなかろうが適当に撃っちゃえば、まあ攻撃が当たるので、まあ正直ね、 ECM の性能テストとしては微妙なところがあるんですよね、このミッション。そうですね、はい、ちなみになんですけど、ホッケさんの方の機体は ECM 対策をしているので、ハイデさんよりも敵をロックオンしやすくなってますね。はい、まあ、このミッションの対策というわけではないんですが、この ECM 対策が後々のミッションで、まあ、効いてくるところがあると、まあ、そういったことですね。はい、では次です。次のミッションは、OAE 調査団襲撃ということで、OAE という組織の調査団を襲撃して、まあ、その調査団の乗っているモノレールを撃破するというミッションになっております。モノレールは対岸の橋の左側からやってきますので、開幕にパッと橋を渡ってこのターゲットってやってくるので、これにマシンガン打ち込むと速攻でクリアすることができます。いいですね、ポッケさん。はい、はい、この、まあ、こちらの、あ、どうぞ。あ、いやいや、このなんか橋ってモノレールも乗れるんですねって、
部屋が寒くなってきましたね。ちょっとデッドヒートなんでね。ちょっと冷やしすぎかな、それは。ちょっとしばらくは温めますか。もうちょっと、はい、はい。もうちょっと温かめの冷やし方をちょっとお願いします。温かめの冷やし方。はい。ちょっと難しい注文ですが、よろしくお願いします。はい。では次ですね。あ、もうだいぶ差はなくなってきましたね。いいですね。デッドヒートいいですね。はい。では次、ミラージュ輸送部隊迎撃ですね。はい、こちら、まあ、ミラージュ社が本社から大量の支援物資を輸送してくるので、この大量に飛んでくる輸送部隊を可能な限り撃ち落としてくださいねというミッションになっております。まあ、ただし可能な限りということで、輸送機は撃墜できなくても特に失敗とかにはならない上に、実はこのミッション開始から2分間の間はその輸送機無限枠なので、しばらくの間は無視してしまって何も問題がありません。そうですね、なんでちょっとここは待機時間になりますね。はい、じゃあホッケさん方面の調子聞いてもいいですかね。そうですね、あの前半良かったと思ったんですけど、キサラギ調査のあのヘリから避けられたとこから急になんか、うん、ちょっと後半頑張りたいですね。はい、はい、なるほどなるほど。ハイデさんの方も大丈夫ですか、よく伺って。はい、生きているだけで感謝です。はい、なるほど。まあそうですね、もうこのカテゴリーはミッション失敗したらもう即終了ですので、うん、はい、まあ、生きているだけでね、うん、お渡し金みたいなものですからね。まあそうですね、はい、さっきからね、その転落する危険性のあるところとか、今このハイデさんの立ってるとこ怖いよ。そこ手すりついてないんですよ、分かってます。いや、わかりますよ。はい、はい、そろそろ2分経ちましたね。で、まあ倒すんですけど、まあ、実はここまでに輸送機の位置を調整していました。なんでこいつらを倒せばすぐクリアになって、まあ、タイムを短縮することが。これ2ウェーブ目ですね。あ、まだでしたか、すいません。はい、次が3ウェーブで次ですか。あ、なるほど。まあ、ここで調整しているわけです。はい、なるほど。すいません、我々このチャートについての理解が浅くて申し訳ないです。はい、こちらあの最近ホッケさんによって発見されたこの短縮チャートになっておりまして、はい、そう、我々はまだ実践したことがないんです。そうです、はい、そう、かなり最近になって発見された技でございます。あと今あるあるが見えましたね。もう連投ミサイルと、あの連投ミサイルにも発射間隔が設定されていまして、あの背中のミサイルの方が発射間隔が短いので、最速でミサイルを撃ってしまうと次のミサイルで連投ミサイルが発射されないということが起こります。これでこう急いで撃破していきたいんですけれども、この点はちょっと意識していきたいところです。さあ、そうです、次ですね。はい、ちょっと焦りましたね。はい、では、次ですね。次のミッションは、武装列車破壊ということで、ここもめちゃくちゃ怖いミッションとなっております。はい、武装列車破壊という、まあ、名前の通り、武装したモノレールがいますので、それをすべて撃破するというミッションになっているのですが、このモノレールが先ほどまで出てきたあの橋の、まあ、橋の下にいますので、まあ、今までの橋のミッションと同じようにこちら転落の危険性があります。どうで、今までのこの橋ミッションよりもこちら敵の攻撃が大変激しいので、今までよりもこう転落の危険性がはるかに大きいと、こちら見てても大変ハラハラするミッションとなっております。とこれポッケさんはそのまま突っ込まず一旦これ安定を取ってますね。そうですね、はい、そう、これこのまま突っ込むと、そう今見えましたか、あのこの今いる足は金網になってて、これ壊れるんですよ。こんな感じで壊れちゃうんですよ。痛いで、しかもこれ対岸にまさかのスナイパー2機構えてるっていう盤石の防衛も敷いてるので、ゴリ押すとこの集中砲火食らってすぐやられちゃうんですが、まあ、今回は2人ともね、まあ、安全に行ったのかなということで無事クリアすることができました。はい、はい、生きてるのでよし。はい、はい、まあ、このミッションね、本当に事故の名称なんですけれども、無事突破できて解説側も安心しております。はい、では次のミッション入っていきます。クレスト部隊進行阻止ですね。こちらストーリーの一つのターニングポイントになっているミッションで、
今までナービス対ミラージュの、まあ、戦争だったわけですけれども、ここでクレスト社が乱入してきて、クレスト社が突然ミラージュを攻撃したと。でこちらはミラージュ側から依頼を受けてこのクレスト社を迎撃すると、まあ、そういったミッションとなっております。敵として出てくるのは先ほどまでテストした 400MT ですね。はい、おっとミサイルがばらけてしまった。はい、でこの MT が、最初は4機後からおかわりでさらに4機、まあ、計8機出てきて、この8機を全滅させるとさらにおかわりで AC が1機やってくるといった、まあ、そういったミッションになっております。ですね、まだまだ増援出てきます。はい、はい、でちなみに今流れてる曲なんですけど、この曲アウトバーンと言いまして、まあ、結構、はい、まあ、ネクサスの中でも特に人気のある曲ですね。私も好きです。私も好きです。はい、はい、大好きです。エビの唐揚げ食べたくなりますね。空耳で ね、エビの唐揚げって聞こえるんですよね。はい、はい、そうそうなんですね。で、ポッケさんがこれが最後かな。そうですね、これが最後です。はい、はい、そう、これ連動ミサイル早く撃ちすぎると地面に座れちゃうので、こうやって着地するの待ってから攻撃ですね。で先ほどこっそり建物壊してたんですけど、ここに敵 AC が出てきます。敵 AC、レイブのアグラヤですね。向こうから接近してくるので、ホッケさんは引き打ちというより、まあ、一定距離を保ちながらマシンガンを。で、ハイデさんはインサイドロケットがありますので、ロケットではめながら攻撃していくと。おっと、ホッケさんは暴れられましたが、ハイデさんはこれもう理想的な展開でしたね。出れました、珍しく。はい。嬉しい。ここ、はい。ここで、まあ、さあわずかですがここで逆転しました。ハイデさん素晴らしいです、はい、でもこのレケット戦法ってすごくミスりやすいのでどうなるか分かりません。はい、まあ、この先もね、この戦法がハマることを皆さんねちょっとお祈りをお願いします。はい、では次です。次のミッションは、新型 AC 性能テストですね。こちらキサラギが、まあ、新型試作 AC の、ルシャナを、まあ、開発中で、まあ、こちらの性能テストに付き合うという感じのミッションとなっております。まあ、この新型 AC のルシャナは、まあ、機動力に大変優れた機体なんですが、まあ、まだ試作段階ということもあって走行がペラペラです。というわけで機動力で翻弄されない限りはこんな感じで攻撃が当たりさえすればパパパパッと簡単に倒すことができます。はい、2人ともいいですね。速攻で撃破していきました。はい、そうですね、結構握られるとめちゃくちゃ握れるのでこいつ。そうですね、そう左右にキュッキュッて動いてきてね、なかなか大変なんですよね。開始距離が近いせいで横に動かれるとすぐにロックオン外れちゃうっていうのもね、まあ、めんどくさい要素です。はい、では、次のミッション入っていきます。次のミッションは、脱出路救援ということで、まあ、逃げ惑う一般市民を攻撃するやつらを、まあ、撃退するというミッションになっております。まあ、一般市民、この逃げ惑う一般市民っていうのは、ナービス本拠地の住人で、ナービスの本拠地、これ、まあ、後ろのストーリーとしてナービスの本拠地がクレストに攻撃されて陥落してしまったんですね。まあ、先ほどのミッションでクレストはミラージュを攻撃したということで、そのナービスはまあクレストのことを味方だと思ってたわけなんですけれども、実はクレストはねナービスの味方をする気なんかさらさらなくて、そのナービスの本拠地を攻撃して自分らの拠点として利用しようと。でさらにその逃げた一般市民ごとそのナービス の、 その重役の人たちを、おっとポッケさん今何やったんですかね。いや、おや、いやちょっと逃げ惑う一般市民を、いやちょっと目が見えなくて今、おやおや、あらおや、そんな悪い人は出荷よあらら、いやひどい人もいたもんですね。ひどい人もいるもんですね本当ね。まあアーマードコアはね人権がないからね。ないですもんね。まあまあ、うん、こういうことはよくあることです、残念ながら。はい、では次です。次のミッションは、ナービス採掘場攻略ということで、まあ、先ほど、まあ、ナービスの本拠地は壊滅してしまったんですが、もう一つの拠点として、こちら採掘場というところがあります。で今回はそちらの防衛部隊を撃破するというミッションになります。で最初はこの
まあ、ちっちゃいガードメカがふよふよ浮いてるだけなんですが、まあ、一定時間経過すると、まあ、敵の AC が出てきて、その AC を撃破したらクリアということになります。というわけでその AC が来るまでの間にこうして、ガードメカを壊し、邪魔になる建物を壊し、はい、で敵の出現ポイントで待機します。はい、でここで出てくる敵 AC、ピンファイヤーは、まあ、レイブンピンファイヤーはあの近距離戦に完全特化した AC となっていて、火力が非常に高いので、まあ、距離を取りながら戦うというのが本来の定石なんですが、実は最近になってこの完全に足を止めて男同士の殴り合いをしてもギリギリ勝てるということが発覚しまして、今これ体力が減っていって減っていってやばいんですけれど、このギリギリのところで止まって実は打ち勝つことができるということが発見されました。これ見てて非常に怖いんですけれどね、はい、はい、でこれで無事に勝ったんですけど、まあ、最後にちょっと寄り道をしてホッケさん、まあ、エリア外にある金網をちょっと攻撃して破壊しておきます。まあ、これ一見意味なさそうなんですけど、はい、これは後のミッションでタイムを短縮するためにやってます。アイデさんも途中でやってましたね。はい、はい、そうですね。でポッケさん建物も壊してましたが、この建物を壊すのも同様で、まあ、後々への伏線となっております。はい、はい、伏線伏石となっております。はい、はい、では次です。次のミッションはクレスト専属 AC 消去ですね。こちらは、さっきのミッション、クレスト部隊進行阻止で登場したアグラーヤと対マンするというミッションになっております。で先ほどは MT と連戦した後での対マンだったんですが、今回は完全に最初から1対1ですので、まあ、さっき倒せたなら当然ね今回苦戦する要素なんかはないですよねということで、まあ、特に解説することはなく、こうやって適当に腕ましで投げれば簡単に勝つことができます。おっとっと、はい、勝ちましたね、素晴らしい。おっとハイデさんはちょっとハメから逃げられましたね。ちょっと暴れられちゃいましたが、まあまあロスとしてはそこまででもないですかね。はい、素晴らしいですね。はい、いいですね。今抜きつ抜かれつという感じで素晴らしい並走ですね。はい、こちらとしても解説しやすくて 大変助かります。はい、では次です。次のミッションはミラージュ補給基地強襲ですね。ミラージュの補給基地の、防衛部隊を、まあ、やっつけるというミッションになっております。で、まあ、強襲ということで、まあ、奇襲なので、まあ、敵の防衛部隊の MT は大半が、まあ、寝っ転がっている状態ですので、まあ、この MT が起動する前にさっさと撃破していくと、まあ、素早くクリアすることができます。はい、というわけでポッケさんこれで防衛部隊全滅でクリアですね。素晴らしいです。いいですね。まあ、この MT なんですけど、まあ、起動前だとまあ簡単なんですけど、もし起動してしまうとまあかなり硬いんで、走行が硬いんで結構大変ですね、撃破するのが。そうですね、あの最初の方に出てきたあれのそっくりさんみたいなやつですよね、あの特殊工作部隊のあれと。はい、まあ、はいはい、まあ厄介な敵です。まあ寝てればただのカカシですから。そうですね。はい、では次です。次のミッションは、都市防衛部隊排除ですね。こちら下水に設置された砲台を破壊するというミッションとなっております。ただしこの下水には超大量の地雷が設置されておりますので、この地雷に触れないように気をつけながらこうやって飛んでいく。危ない、あ、やばい。そう、この敵の砲台の攻撃が叩き落とされるとこうして地雷に当たってしまうんですが、まあ、なんとかこの地雷地帯を突破して無事ミッションをクリアしていきましたね。でもちょっと最後焦ってしまって少しタイムロスですかね。そうですね、はい、ハイデさんもちょっとこれ攻撃食らって少しロスった感じですかね。まあ2人ともロスということで、まあ差は特になしですかね多分。はい、でこれ地雷に本当に大量の地雷に叩きつけられると本当にエネルギーなくなるだけじゃなくて本当に死んじゃうので、ここはかなりまあ、怖いミッションとなっております。はい、はい、では次です。次のミッションは、ナービス残党追撃ですね。こちら、ここまでに、ミラージュとクレストにいじめられてボロボロのナービスなんですが、まあ、そのナービスに対してさらに残党狩りを行うという、まあ、大変鬼畜なミッションとなっております。
で、まあ、残党ということで敵の数はまあ少ないんですけれども、まあ、この空中飛んでる小型メカとか、まあ、スナイパー MT が崖上で待機してるだとか、まあ、めんどくさい配置をしてて、こう速攻で倒して回るのは結構大変で、まあ、さらにこれ崖下に落ちてしまうとミッション失敗にはならないんですが、また崖上に登り直さないといけないので、こう、まあ、下に落ちてしまうとかなりのタイムロスになってしまいます。というわけでこのミッションかなりね、こう走者のこう腕が試されるというミッションになっているのですが、2人ともいいですね。ん、うん、あれボッケさん、あれあれ、おやおや、これ一気逃しちゃったか。あれあれ、ど、ドイツ、え、ドイツだろ、え、ガードメカかな、どこ、下かもしれない。うわ、やった、あ、僕のやつ一気見逃してる。これはかなり痛いタイムロスだ。うわ、遊んでたら。はい、あ、でもこのミッション、これはあるんですよ。よくやります。そうですね、そう、あいつ、あの小型メカたまにミサイル避けてくるので、油断してるとこういうことになりがちです。いや、しっかり2ロックしたはずなんだけどな。いや、意外と避けてくるんですよ。いや、経験者は語る。はい、では、次のミッション、ちょ、気を取り直して次のミッション入っていきます。ハイデさん、友軍部隊襲撃ですね。先ほどはナービスの残党を狩るというミッションだったんですが、今度はこちらは、なんとナービスの残党を狩るミッションとなっております。はい、今回はですね、この砂漠での戦車部隊を相手にする感じなのですが、でこれ戦車を倒すと、まあ、フィールドの外周から次から次からと、戦車の増援がやってきます。でこの増援が出てくるは、増援がどこに出てくるかによって結構タイムがブレる、まあ、ある種お祈り区間みたいなミッションとなっております。ハイデさんはこれが最後かな。おー、ハイデさんいいですね、これかなりいいところに敵が出ました。素晴らしい、早いですね。ポッケさんの方はどうでしょう。あー、やば、います。お、あー、ちょっと、あー、エネルギーが足りるか、これがラストかな。うん、ですね。あ、あ、ちょっと手こずったけど、まあまあまあ9大点くらいでしょうか。はい、ただいまちょっと、まあ、先ほどの事故があったことにより、ハイデさんがちょっと1本抜き出た状況になっております。次のミッションは採掘場発電システム破壊ですね。こちらは、ナービスの採掘場に侵入して、発電機を壊して停電させるというミッションとなっていて、まあ、この採掘場内を走り回ることになる、まあ、今作では非常に数少ない希少な探索系のミッションとなっております。でまあ、その採掘場全体を走り回る必要がありますので、このエネルギー管理が 大切になってきます。このエネルギー管理ね、この走者の腕の見せ所ということで、皆さん左のゲージにご注目ください。で、おっと、危ない、この大部屋ですね、発熱量の高い攻撃をしてくる敵がいて、これを食らうと熱暴走して使えるエネルギーが減ってしまいます。これ被弾にもちょっと気をつけていきたいですね。おっと、ハイデさんもう一回食らう、痛いが、まあ、エネルギー十分確保できてますね、これは。で、これ最後縦穴から登って脱出でミッションクリアですね。素晴らしいです。はい、こちら脱出できましたね。はい、で今最後の出口なんですけど、まあ元々本来は金網で塞がってるんですけど、まあ、さっきの、内部ナービス採掘場攻略化で来た時に、まあ、破壊しておいたんで、まあ、空いてる状態になったんでスムーズに登ってでやってきましたね。まあ、ポッケさんも登れました。別ミッションでも同じフィールドならオブジェクトの破壊が引き継がれるというこのネクサス特有の仕様を生かした短縮技となっております。はい、はい、はい、では次のミッション入っていきます。次のミッションはミサイル施設防衛ですね。こちらミラージュのミサイル施設に対して例のキサラギ新型 AC が襲撃をかけてきたので、これを撃退するというミッションとなっております。まあ、最初はね、1機だけでやってくるので、これはもう煮るなり焼くなりお好きにどうぞといったところで、ハイデさん速攻で撃破していきましたね。はい、なんですが1機倒すと今度は3機同時にやってきます。こっちはかなり厄介で、こいつら耐久力は低いんですが、この機動力が高いので、この3機でこう攪乱してされると、まあ、非常に面倒くさいことになります。また敵の攻撃発熱量が高いので、集中砲火を食らうとあっという間にエネルギーが干上がって
まあ、そのまま撃破されてしまうということも、まあ、よくあることですが、ハイデさんすごいですね。速攻で撃破していきます、はいはい、めちゃくちゃ早いですね、これ素晴らしいです。このミッションね、本当油断してるといつの間にか体力なくなっちゃうので、見てる側としても怖いんですけれども、おっと、ホッケさんがちょっとこれ流れが悪いか。そうですね、ミサイルがで、はい、ミサイルがあんまり当たってないですね、よくないですが、はい、あ、でもいいですね、はい、まあ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 、それそんなに悪くないぐらいのタイムで突破できましたね、素晴らしいです。はい、では次、ハイデさん、次のミッション入っていきます。クレスト本社部隊妖撃です。こちらは、クレスト社からの依頼でクレストの部隊を撃破するという、なんのこっちゃというミッションなのですが、あ、これ詳細は割愛するんですが、まあ、要するに今クレスト内部分裂を起こっててっていう話です。で、まずはこの AC が2機同時にやってくるんですが、この AC2 機は大したことはないので、まあ、適当にミサイルを垂れ流して撃破していきます。で、問題になるのはこの後さらにもう1機 AC が来て、それがトトロキのワイリータンクという AC なのですが、これが非常に強くてですね、本 RTA 屈指の強敵となっております。まあ、無事撃破できましたら皆さんぜひ拍手の方をよろしくお願いいたします。はい、やってきました、トトロキのワイリータンクです。こちら、硬い、高火力、処理落ちという3部用紙が揃ったかなりの難敵となっていて、まあ、正面から近距離で正面から殴り合っちゃうと、まあ、普通に殴り負けるということになりがちです。おハイデさんちょっと怖い怖い、おっと、おっと、グレネードが、そう、このグレネードがめちゃくちゃ痛い、痛い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 、大丈夫、あ、死んだ、危ない、お、助かった、お、怖い、これあと 2,3 秒あったら危なかったですね。ロケットがいくつか外れてましたね。そうですね、それでちょっと近づかれたっていう感じでしょうか。ホッケさんもこれグレネードを使われてちょっと危ない、そう、危ないし、痛い、処理落ちが加速する、痛い、でもこれはもうそろそろ倒せるかな、はあ、おー、撃破してきました、素晴らしい、パチパチパチ、素晴らしいですね、2人とも難勝無事突破してきました。このまま2人で完走してほしい、はい、2人とも 無事に完走してほしいところです。いや、見てこっちもね、めちゃくちゃハラハラしますね、ここ。そうですね、はい、では次です。次は、ミッションではなく久しぶりにアリーナに入ります。対戦相手はセレスチャル卿、なんか怪しい名前なんですが、このセレスチャル卿は、フロート型 AC を張るレイムとなっております。まあ、そこまで強い相手ではないので、まあ、適当に近づいてこの武器でマシンガンで殴っていけば普通に火力勝ちすることができます。ただたまにこう高速移動でこう逃げ回ることがあるので、それがちょっとうざったいなといった、まあ、そんなところですね。ハイデさんは無事に撃破していきました。はい、そうですね、ポッケさんも入ってきました。フロートっていう足はそうです、ね、はい、足がなくて浮いて移動するっていう足なんですけど、まあ、移動は速いんですけど、まあ、それ以外の性能が弱いので、まあ、角度には問題ないです、はい、ですね、しかもこの人フロート割には随分速度が遅いので、なんかフロートの良さがあんまり全然活かせてないみたいな、そんなところがあります。ポッケさんも問題なく、はい、そうですね、無事に突破していきました。では次、ハイデさん次のミッション、発掘部隊襲撃に入っております。こちらはあの先ほども出てきたキサラギの新型 AC ルシャナが2機いる、でこれを撃破するとクリアというミッションになっているんですが、先ほどと違って崖上崖下に、まあ、分断されているので連携プレーとかしてこないので、まあ、先ほどほどの脅威にはなりません。まあ、ミサイルとマシンガンを適当に垂れ流せばこんな感じで走行撃破することができます。いいですね、ハイデさん早かったです。ここ割とこのルシャナが暴れるか暴れないかでこうタイムが変わる、まあ、運ゲー区間みたいなところがあるんですが、暴れる、あ、暴れてますね、ポッケさんの方、うそ、これミサイル全部避けられちゃいましたね、全部いきましたね。これもう上の方はマシンガンで倒していきますか。そうですね、もう連動がないのでマシンガンの方が一番いいですね、はい、あ、まあまあ、でも近づけちゃえばこんなもんですね、はい、ポッケさんも無事突破していきました、はい。では次、ハイデさん反乱部隊殲滅に入っていきます。こちら、AC が盗まれたのでその盗まれた AC 撃破してくれというミッションなんですが、こちら AC 戦になるかと思いきや、このヘリを積んだヘリ、あ、ヘリ AC を積んだヘリを撃破すると
この AC にも誘爆して、あの AC が勝手に爆散してしまうので、実質この輸送ヘリを落とすだけという、まあ、極めて簡単なミッションとなっております。あ、ぶっちゃけこれ領域端で待機してヘリに向かってミサイルを垂れ流すだけということで、画面もね、まあ、退屈なので、ちょっと現在の2人の状況について、まあ、整理してみましょうか。そうですね、今は、はい、ハイデさんが先行してて、ポッケさんもほぼ、まあ、20秒くらいですかね、まだ。そうですね、20秒くらいの差ですね。そうですね、ですね、ほぼ、まあ、並んでますね。まあ、しかも、まあ、この RTA、まあ、あの最後になんですけど、まあ、めちゃくちゃ凶悪な運ゲーが待ってるので、はい、それでかなりタイム変わっちゃうので、まあ、まだ全然わかんないです、ね。はい、まあ、20秒差ぐらいならまだ負ける可能性があるという感じですね。ポッケさんも諦めずに頑張っていただきたいところですし、二、はい、人とも無事に完走してください。はい、はい、よろしくお願いします。頑張ってください。はい、頑張ります。生き残ります。はい、この暑い夏を生き残ってください。はい、では次です。ハイデさん、次は、アリーナ入っていきます。今回の対戦相手は、まあ、一部で非常に有名な、ライウンですね。こちら、続編のラストレイブンにも登場しているレイブンで、まあ、そちらでは非常に凶悪なことで有名なのですが、まあ、今作ネクサスにおいては、まあ、それほど強くはありません。あの両肩に積んでるエネルギーキャノンが凶悪なのは相変わらずで、うわ、痛い、一発で2000何本か持ってかれましたね。そう、これが痛いのはネクサスでもそうなんですが、ネクサスでは両手の武器が弱いので、その肩のキャノンにさえ気をつけておけば、まあ、そんなに苦労することなく倒せるといった感じになります。はい、ハイデさん無事撃破していきました。早いですね、素晴らしいです。あ、ポッケさんもライム戦入っていきます。はい、足を噛んで、はい、ハイデさんはロケットを当てるためにまっすぐ行きましたけれども、ポッケさんはこうロケット当てる必要はないので、相手の周りを回りながら安全にマシンガンで倒していくという感じですね。頭の上に乗るという見せ分も披露してきていいですね。はい、ではハイデさん、次のミッション入っております。次のミッションは、生存者捜索ですね。ナービスの採掘場、まあ、ナービスの部隊も壊滅したので、このナービスの採掘場を、まあ、ミラージュの部隊が、まあ、探検してたわけですが、その探検してた部隊が突如消息を絶ったので、まあ、それを探しに行ってきてくださいねと、そういった感じのミッションとなっております。中はまあ前回と同じくもう停電してますので、まあ、前回脱出したところから逆走して奥へ進んでいくといった格好になります。でこの最奥部に侵入するとイベントが発生して、突如謎の自爆特攻兵器が大量出現してします。でその消息を絶った部隊はおそらくこれにやられたんだろうということで、まあ、死亡確認よしということでこのまままっすぐ帰宅します。まあ、帰り道この特攻兵器が大量に出てきて、この帰り道のこの入り口に入るときに邪魔されることがあるんですが、ハイデさんいいですね、邪魔されずにスムーズに抜けていきました。はい、無事突破してハイデさんミッション完了です。あ、ポッケさんも最後に突入しましたね。あとはまっすぐ帰宅するだけです。はい、帰るまでは遠足ですからね。はい、はい、遠足だっけこれ。随分物騒な遠足ですけど、ちょっとエネルギーが怖いな。あ、でもいいですね、引っかからずに邪魔もされずにここまで来て、最後は大丈夫か。おー、怖いエネルギーギリギリでしたね今。これエネルギーがなくなると回復しきるまでエネルギーが使えないので、そうなるとまあ大幅なロスということになってしまいます。まあ今は大丈夫でした。では次です。ハイデさん次のミッション入ります。クレスト AC 排除ですね。前半にも戦ったあのジノービンとの、再戦となります。はい、前回は演習だったから手抜いてたのかなと思いきや、あの時から何にも成長しておりませんので、まあ、今回も適当にこの腕増しで殴っていけば簡単に倒すことができます。はい、倒しました。はい、で倒したら、まあ、上に乗って煙を吸い込むと。はい、いやまるで成長してないですね。正直このミッション喋ること全然ないですね。
再生戦困る。今朝も今やってますけど。はい。ですね。ちょっと。あとちょっと面倒くさい動きされましたが、これは普通に戦いますかね、明日。そうですね。はい。早いですね。はい。はい。トップランカーとは何だったのか。ああ、下打ちしてますね。まだ悪いですよ。はい。では次です。ハイデさん、次のミッションは、巨大 MT 破壊ということで、壊滅したかに思われたナービス、実は切り札として巨大 MT のレビアタンというのを隠し持っておりました。で、それを、まあ、息を揚々と起動したはいいものの、制御不能に陥ったので破壊してくれという、まあ、そういうミッションとなっております。まあよくあるあれですね。はい。で、このレビアタンはこのステージの一番奥にいるんですが、最初はこのシャッターで遮られてて攻撃できませんので、そのシャッターがある程度開くまでは周りの砲台を壊しておきます。で、シャッターが開いたら、このシャッターの開き具合に応じてミサイルやロケットやマシンガンでこの攻撃を通していくといった感じになります。そうですね、まあ、結構ちょっと硬いのに時間かかりますけど。はい。で、このミサイル撃つときにね、このレビアタン ECM 出してるので、ね、こう相手さんの方はこうミサイル撃つのが大変なんですけれども、ホッケさんはここで ECM 対策してますので、ミサイルで安定してこのダメージ稼いでいくことができます。はい。あ、ハイデさんは無事に撃破していきまして、そう、ホッケさん痛い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 、一番痛いプラズマ食らいましたね、これ。大丈夫か。あ、 でも大丈夫大丈夫、無事に撃破していきました。はい、はい、2人とも巨大 MD 撃破突破です。はい、はい。なんかチャットにありますけど、緊急発進はここではまだしませんよ。そうです、はい、まだしまわれてるだけです。はい、では次です。次、最終ファイナルラストミッションとなります。旧世代兵器起動阻止ですね。ファイナルミッション。はい。まあ、ここまで、まあ、ナービス、ミラージュ、クレスト、まあ、みんなもう痛み分けみたいな感じで、まあ、疲弊してるんですけれど、ここで、まあ、キサラキ君がなんかやべえものを起動しようとしてると、で、それを止めに行くといった感じのミッションとなっております。はい。で、道中はこのなんかストーンヘンジみたいなやつを、まあ、これ制御装置なんですけれど、これを壊しながら進んでいきます。まあ、これ壊すと、まあ、道が開いていくという感じですね。はい。で、これを全部壊すとラスボスが出現して、で、そのラスボスを倒したら、まあ、晴れてゲームクリアとなります。はい。で、この、まあ、ここで出てくるラスボスなんですけれど、先にちょっと説明をしますと、このラスボスが激しく動き回るモードと完全に足を止めるモードっていうのを、まあ、切り替えてくるタイプの敵になっていて、この、まあ、動き回るモードで逃げ回られると、まあ、かなりタイムロスになってしまうという、まあ、これが、で、しかもどのモード使ってくるか完全に運任せというかなりの運ゲーボスになっております。皆さん逃げ回らないようにお祈りをお願いします。お願いします。はい。というわけでハイデさん、ラスボス戦です。おっ、 これはうわいいな。おめちゃくちゃいいんじゃないですか。これ最高の、最高のパターンですね、これ。早いな。いいですね、これ。本番ということで接待してくれました。ホッケさんの方はどうだ？うわあ、ちょっと逃げられた。ホッケさんの方はこれは嫌なパターンですね。痛い。でも下で、ちょっと乗った。初めて見た、それ。初めて見た。で、ハイデさんの方ももうちょっとでですね、この後のシーンで AC が飛び出て降りた後、スタッフロールが始まったらタイマーストップになります。あ、ちなみに余談なんですが、今のラスボス、まあ、セリフがさっきの排除、排除、排除だけしかなくて、まあ、プレイヤーファンからは通称排除と呼ばれてます。排除、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 すいません、排除、はい、排除、最後始まりましたね。この最後はあの空から特攻兵器が飛来してくるんですが、まあ、すぐに領域を離脱して、まあ、これで終わりです。はい。タイマーストップです。はい、スタッフロー始まりました。はい、タイマーストップです。タイルさん、GG です。はい、続けてきて3人目です。はい、そうですね。すごい、本番でこのぐらいのタイム出るんだ。すごい、すご
スタンド、はいはい、はい、タイマーストップです。はい、GG です。はい、2人ともお疲れ様です。記録はハイデさんは1時間2分50秒、ホッケさんは1時間3分9秒ということで、2人とも1時間3分前後、大変素晴らしいタイムでございます。3分9秒、おすごいですね。はい、めちゃくちゃ早いですよこれ。はい、てかこれあそこでナービス残党追撃でやらかさなかったら自己ベだったでしょ。そうですね、あそこでやらかさなければ、うん、10秒15秒ぐらいの自己ベ更新ですね。いやー、まあ、これは今後の記録更新に期待がかかりますですね。私たちも負けてらんないですね。負けてらんないですね。待ってます。というわけでお二人に完走した感想を伺う前に、この最後これストーリー何だったのっていうことについて一言二言添えさせていただきます。まあ、ストーリーは結局キサラギがやべえものを起動するのを止めるのが間に合わず、まあ、先ほども出てきた自爆特攻兵器が世界中に降り注いで世界が滅亡してしまいました。めでたしめでたしといった感じのストーリーでした。まあ、何やそれと思うかもしれませんが、要約すると、まあ、人類は愚かということになります。はい、あ、創始者の方々にもうなずいていただきました。はい、ではそうですね、じゃあ先行で終わったハイデさん、完走した感想を伺ってもいいですか。はい、何よりも生き残ったことが嬉しいです。死にかけたので、はい、何より。はいはい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ホッケさんの方は、はい、そうですね、あのミスがなければ多分しっかり自己ベで本番で自己ベっていうのをやりたかったし、それ以外大きなミスなかったんで、まあでもかなりいい走りできてよかったかなと思います。はい、はい、ありがとうございました。2人とも、ね、練習の成果が出て大変素晴らしい走りでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではこれで終わる前に最後に一つだけ大事な宣伝をちょっとハイデさんホッケさんの方からちょっとお願いしたいなと思います。一緒に言いましょう。いや、私からいいですか。どうぞどうぞ。言いたい。はい、我々から宣伝することといえばもう一つしかないですね。はい、アーマードコアシリーズ最新作アーマードコア6ファイアーズオブルビコンが8月25日13日後の金曜日ぐらいですねに発売されます。PS4、5、Xbox、Steam でプレイできますので、待望の新作なのでぜひ皆さん触ってみてくださいねというところで、はい、宣伝は以上です。はい、はい、ありがとうございま す,、はい、います。私も予約しました。はい、はいはいはい、じゃあ、はい、アーマードコアの、はい、アーマードコアネクサスの RPA はこれで終わりです。次のゲームはトコヨの塔、奏者は猫さんです。引き続きね、 RTA in Japan Summer 2023をお楽しみください。はい、じゃあ、はい、終わりましょうか。それでは、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。